はテロップとか上のあのライブコンディション切っちゃった。はい、皆さんこんにちは、わたつです。今日はですね、2018年の、6月25日、弾丸塾でございます。皆さん楽しんでいってください。音声映像よかったらコメントください。よろしくお願いします。でね、今テロップに流れている、URL の方をぜひ拡散よろしくお願いします。本番前のリハーサル配信となってます。よろしくお願いします。お疲れ様。映像と音声問題なかったら OK って書いてください。 OK 了解、ありがとう。画質綺麗OK ありがとう。いや、このような感じですね。スタジオからお送りしてます。大丈夫？今3時間前ですね、本番開始の4時なんで。リツイートしてくれた？みんな。スタジオ新鮮、斬新だよね。配信者はね、家でやるもんだから。ガスかなり、ありがとうございます。はい、了解です。お願いします。はい。ウラルから飛べない。やれる飛べない。OK です。じゃあ、こっち回します。はい、お願いします。みんな引きにするんで、ちょっと待ってください。はい、はい、了解です。はい、声とか出した方がいいですか？あ、そうですね。はい、はは、は、あ、あ、はは、よろしくお願いします。あ、あ、一回ちょっと向こうの席でお願いしていいですか？こっちで、はい、はい、よろしくお願いします。こんにちは、はは、テイステイス、あ、あ、母ですですです。あ、あ、はい、皆さんこんにちは、弾丸塾へようこそ。あ、あ、は、は、おい、は、や、あ、あ、は、は、あ、あ、あ、はい、皆さんこんにちは。いいの、いいの、いいの4番の。あ、あ、テーステース、はは、ワン、ツー。あ、あ、ねえ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 。あ、あ、はは。あ、あ、テーステース。
じゃあ、紙手テステス、テスはぁ、あ、はぁ、あ、テステス、はぁ、あ、はぁ、あ、ダンカンさん側のマイクです。テステス、あ、北郷さん、左側、あ、北郷さん側のマイクです。テステス、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、テス、マイクテス、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、テス、テス、はぁ、あ。はい、大丈夫です。です、です、はい、マイク OK です。ちょっと待って、じゃあもう一度お願いします。北郷さんのマイク、はい、マイクテスト、北郷さん側のマイクテスト、テスト、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、テスト、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、北郷さん側のマイクテスト中です。テスト、テスト、はぁ、あ、はぁ、あ、テスト、テスト、ダンカンさん側のマイクをお願いします。はい、了解です。ああああ、おい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 、はは、いやでもね、いやこれさ、君さ、いやちょっと待って、ああテステステス、ああ、いや今日は暑いね。いや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 、はい、じゃああれ、楽屋の方をちょっと一瞬行ってみます。楽屋位置、ちょっとじゃあ一瞬、加藤さん、楽屋行ってきます。はい、楽屋行ってきます。楽屋は音なしで了解です。はい、失礼します。よいしょ、みんな見えてる？こういうの面白いでしょ？あ、大丈夫です、大丈夫です、すいません、ありがとうございます。楽屋です。今日は暑いね、あそこにモニターがあるのね、ほら映ってるでしょ、ここにモニターがあって、ここが楽屋になります。皆さん、ここで要は25人集まるんだけど、番組が生放送で見れます。でも楽屋も盗撮されてます、ここのカメラで。面白いでしょ。だからみんなはダンカンさんのことを見ながら、生の人は盗撮されてますからね。もう仕掛けばっちりだよ、テレビだよ。面白いでしょ、結構広いでしょ。要は楽屋でくつろいでてね、人の悪口言ってたりすると大変なことになるからね。面白いでしょ、ダンカン塾。 OK です。はい、 OK いただきました。人間性が問われますよ、人間性が。わかる？これがプロの仕掛けよ。ありがとうございます。楽屋も審査対象じゃん、生き様全部審査対象ですからね。一問でさっき上げたんですよ、合わせると。カリさん、センター入ってもらっていいですか。すいません、カリさん、先に立ち位置で、カリさん、一回ちょっと行ってみます。バミってるところですか。はい、1、2番、3番に絞りました。もうさっき上げました、今、緑側の方に。
ちだと若干暗いかなっていう。あ、こっちっていうのは、このモニター。これは、あれですか。まあ、大体基準にしてるけど、ただその配信した後ってまた変わってくるんで。うん、身長かなり高いと思いますけど、これ大丈夫です。大丈夫です。あ、了解です。じゃあ最初にいじったことですね。手入れてみないと。20秒ぐらい。これ今変わってる。これ今変わってる。あ、うん、ピンが甘いのがなんか、あれなのかし。こっちじゃんもんね。ピンが出てる。隠れします。バイヤーですもん、若干緩いです。あ、なるほど。ちょっと今拡大になってます。はい、緩いですもん。まだちょっとカリッですもん。はい、これで聞きました。はい、じゃあ、もろもろ問題なければ止めますけど、いいですか。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ止めます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょという感じでリハーサルが終了しました。皆さん楽屋の方で移動したいと思います。よいしょ、見えてる？みんなお疲れ。タバコ吸おうか。タバコ吸おうか。どう？他の配信者って配信やってる？もう見えてる？了解。お疲れ。あーちゃんいらっしゃい。面白いでしょ、こういうのも。面白くない？見てて。金梅さんは、いや普通に YouTuber で飲んでるね。今日も飲んでんじゃないかな。はい、みんなワドツー楽しんでってね。カズさん、カズさん、明日ですよね。楽しみにしてます。カズさん、リツイートってできてる？このツイートってさ、どう？みんな見れてる？リツイートできてる？トムイケがそろそろ行く配信してる。ありがとうございます。トムイケ放送中了解。このさ、下のさ URL、 あのツイッターリツイートできる？飛べる？大丈夫？俺ツイッター間違えてない？携帯配信慣れてなくてさ、どうでしょう。あー、かきぴさんありがとう、うん、OK、 はい、飛べた？了解。皆さんリツイートお願いします。ぜひ盛り上げましょう。みんなで盛り上げましょう。配信者面白いっていうところをね、ぜひここで配信会を変えましょう、うん、何が目的？面白い番組やりたいなと思って頑張ってます。初見飛べました。了解です。兄さん、うん、
楽しみにしてる、ありがとう、頑張れね、うん、明日ね、カズさんと飲む打ち上げというか、お疲れ会、セゴルお疲れ会を配信するかまだ話してないけど、香りの対象いいね、うん、ありがとうございます、朝ごはんさん、あと捨て頃の件たくさんの方に応援していただいて本当に嬉しかったです、皆さん応援ありがとうございました、結果はねすごく残念な結果になったんですけれども、すごく頑張ったので、はい、悔いはないです、口の中切れてますね、はい、治るのはまあ1週間ぐらいかかりますね、あと頸椎ですね、首が、うん、ありがとう、アイテムありがとう、お、この前あれだね、 YouTuber で会ったね、絡めなくてごめんね、絡みたかったんだけどコミュ障なんだよ俺、ハートありがとう、頑張ります、みずきさんいらっしゃい、かっこよかった、いや悔しかったよ、あ見てたんだ、みーさんありがとう、介護っていうかね、もうでっかい赤ちゃんでしょ銀前さんは、あと3時間後番組が始まるので皆さん神回を期待してください、みんなは誰推しなの、誰に、まあそれぞれ5グループあるんだけど誰に受かってほしいとかってあるんですか、談感塾受かってほしい人を書いてください、皆さんがこの人が談感塾生になったらいいなっていう人、今回出るの25人いますから、もんちゃん出ますよ、すごいよねもんちゃんね、時の人だよね、便所太郎さんに受かってほしい、解放、解放、おお意外と解放推しが多いね、どこで配信ですか、ツイッターのここの URL 見ていただけると分かります、 YouTube ライブです、便所太郎、便所さん多いね、卵味噌くんのかな、便所太郎3倍目光るスターだからね、光くんはね、さあじゃんじゃん盛り上げていきましょう、神回作りましょう、神回、ちなみに40代以上でもうたけし軍団とかたけしさんとかもうドストライクの世代ですっていう人います、いやもうたけしさん大好きって、子供の頃見てたとか、40代以上の人多分対象だと思うんですけど、もうダンカンさんの企画大好きだったとかテレビ見てたよっていう人ね、えついに配信会とがっつりね、え行かないって言ってたよね、チェイムさんね、もったいないよね、お、じゃあ今日は配信も好きでたけし軍団とかたけしさんが好きな人にはもう神回でしょう多分ね、えなんとかね、閲覧が伸びて一般の人にも、配信のリスナーさんだけじゃなくて普通の人にも面白いっていうのが目的なんで、ぜひ、あ、34歳でスーパージョッキー見てたんだ、いやもうダンカンさんのね企画とか台本書いたのは全部知ってるんだね、マジだ、中学生卒業後ダンカン塾に入ろうと思って履歴書送った、じゃあ今日はねまさにね自分の推しの配信者とかがね自分の夢を叶えてくれるような気分でね、なんかこう若い頃思い出すんじゃないでしょうか、僕も緊張してきましたね、ちょっとね初めての経験なので、みんなで楽しんでいきましょう、多分ね演者の25人はガッチガチに緊張すると思うので少しリラックスするお手伝いとかできたらなと思ってます、勢いはもんちゃんだろうね、なグループがもんちゃんとパトさん一緒のグループだっけ、え、パトさんは別だ、もんちゃんのグループはドレさんとネルさんとかか、まあ今みたいな、今見ていただいたような、はい、要はリハーサルであったりとか、まあ配信者のことを皆さんわからないので、配信者はこういう人種ですって、こういうふうなことで活躍できてこういうところが苦手なのでこういうふうにしてくださいとか、そういう配信者側の目線でずっと企画に参加してきました、役職は一応アドバイザースタッフっていう形で今回談感塾に関わらせていただきます、外部スタッフですね、簡単に言うと運営ではありません、運営の
アドバイザースタッフってだからあの外部、はい、外部なんだけど台本脚本に参加してるっていう感じです。そうみたいです。まだあの施設の方には私これから伺うところなので、はい、アドバイザースタッフという役職いただいてます。ゆうこさんいらっしゃい。あ、ここ安いの？スタジオ。うん、ここ安いの？いくらぐらいの？業界の人かな？シャンケンユーさん、業界の人？いくらぐらいで借りれるんだろう？電車通った？いや電車通ってないよ。いやー楽しみでしょ。俺もドキドキしてきたもん。マジ緊張するよな。椅子あった。仕事戻ります。ファイティン、ありがとう。よいしょ。いやーワクワクするっつうか俺はドキドキするな。パーって汽笛みたいな音した。あ、じゃあドア開ける音じゃないの。飯食おっかな。弁当買ってきて飯食ってもいい？ドレさん来るでしょ。合格してるよ。ドレさん来るって言ってた。みんなどうだった。やべ緊張してきた俺。やべ緊張する。上がるな。スタッフなのに上がったらダメだよね。おでこがピーカブースタイル、うるさいわ。池上くん、お風呂入ってない。まあそれも含めてネタでしょ。風呂入ってねえんだ。やだな。汚ねえな。トム池汚ねえな。やだね。あ、使ったことあるんですか。あ、じゃあ業界の人なのかな。ジャンケイユーさんぜひいろいろなんか業界の方だともしよかったらあの DM ください。 LINE か。ちょ勉強させてください、いろいろ。ああ、うん、朝本人がもったいないから。ああ、そういうタイプか。ケチるタイプなんだ。水道代とかいるよね。だからあれだよ、あのなんだっけ、トゥースの人、なんだっけ、トゥースっていう人、うん、あの人もお金節約魔でしょ。稼いでも使わないタイプなんだ。うん、おじゃん、池上の通訳誰がやるの。あ、滑舌悪いのか、分かんない。自分は仕事で使ったけど、そのスタジオは格安で有名、学生作品。ああ、そうなんだ。へえ、なるほどなるほど。安くて有名なんだ。へえ。まあまあまあ低予算なんで察してください。ジャンケンユーさんは多分業界の人だから仕事で使ったっていうことはまあまあ、 あの低予算なのが分かりますよね。そうだ、春日だ。うん、池上さんが言ってることは俺分かる。珍しくない。あ、結構業界の人ってあれですか、あの放送とか好きなんですか。ちょっとジャンケンユーさん今度あのもしよかったらご飯でもぜひ
教えてください。なんかいろいろと僕もテレビの業界のこととか、僕映画がちょっと実施制作考えていて、映像のこととか勉強したいんで、もしよかったらご飯今度お茶でもぜひ DM か LINE だと僕に直につながるので、 LINE はふわっちのプロフィールに書いてありますので、ぜひよろしくお願いします。まあ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 、ね、学生作品とかでもよく使われるんだ。普通のスタジオの値段とか分かんないもんね。配信者がセット使うことってないからね。ワンタロも枠開いていいね。今向かってる？もう駅だったらもう配信回していいよ。集合何時で呼ばれてんの？5時。集合5時かな。何時なんだろう集合は。誰か集合時間知ってる人いる？あ、ていうか解放集合何時でかかってんの？解放が知ってんじゃん。ってことはまあ続々と配信つけまくるんだろうな、みんなが。そんな流れだね。10時半か。じゃあまあ外配信プラプラしてな。うん、俺もじゃああと1時間で仕事だ。あれ台本どこやったっけ？台本どこやったっけ？あれ台本なくした。台本なくした。小島グランプリ来るのか。小島グランプリに聞いてほしいかな。ヒカルくんも向かってる？ヒカルくんどこで放送してんだろう。ニコ生勢はネルさんとかピンクさんとか愛よりお金さん、柏木、野田ゾーリ、ネルさん、あの辺回さなそうだよね。ちょっとこの楽屋にさ、ふわっちとニコ生とツイキャスが集まると面白いよね。ここの URL に全部書いてあります。リツイートお願いします。皆さんちゃちゃね、ここのツイッターに詳細が載ってるんで、 YouTube ライブこのツイッターから、ツイッターの方から YouTube ライブに飛べます。今日収録じゃなくて生放送っすね。みどりさん来るよ。みんなリツイートお願いね。リツイートお願いね。いろんな人に見てもらいたいんで。みんなさ、ぶっちゃけた話、本ちゃんの放送再生同時閲覧どれくらいいくか予想書いて。予想の数、予想をどれくらい何人視聴いくかっていう予想書いて。みんなはまあ見てくれると思うけど、今いる200人は。おはようございます。みんなの予想、みんなの予想書いてください。何人ぐらい視聴者数があるか。1300しかいかない。企画倒れだな。金魚鉢は5000、モッティさんが1300、里見親方さんは3000、楽園さん5000。1万いかないと成功じゃないんだよね。いかないかな。1万いかない。4、5千。1万いかないときついな、ちょっとな。500もいかない。マジで大手が全員来たら1万2000。1万2000クリアできたら俺は勝ちで、3万いったら大当たりだと思ってます。僕は1万、超えたらボーダー、要は合格点。1万切ったら俺は企画失敗だと思ってる。そんな感じなんだ。 YouTube ライブで放送しますよ。YouTube ライブで1万はかなりすごい数字だから、2回目は閲覧伸びそう。なるほどね。ちょっとね、閲覧伸びないかな。要はね、閲覧がね伸びないとね、番組が倒れちゃうんだよね。企画が継続できないから。
ちょっと皆さん閲覧協力リツイートお願いします。番組継続のためにリハーサル今終わった、爪痕残すのは25名の配信者なんで、はい、19時から放送します、はい、本番は19時から始まります。ここはリハーサルっていうか僕の通常枠。ニコ生ミラーはダメでしょ、ニコ生ミラーはダメでしょ。閲覧1万は最低欲しい、はい、ビリージョーさんこんにちは、時間帯がもっと遅かったらね、それあるよね、いや別にプロレスとかないっすよ、小島くんは仕事終わりに向かうって言ってた、了解です。どうなるかだね、楽しみっすね。出演者がみんなツイートしてくれたらいいのにね、それが前枠。そうだね、一応ね強制ではないんだけど楽屋までは放送 OK っていうことにしてるんで、今誰がやってんだっけ、ワン太郎を、ワン太郎と誰だっけ、トム池か、ワン太郎とトム・ソーヤ池上が今前枠やってますね。あと誰やってるんだろうね、前枠。あ、ヒカルくんはどこでやってんの、一番無理かな、ヒカルくんもやってくれてんだ。ヒカルくんはツイキャス、ふわっち、どこだろう、ふわっちか、ツイキャスでやってもらいたいんだよな、ヒカルくんには。ツイキャスの宣伝してほしいね。いや、どうだろうね、コメントどうなんだろう、しにくい。そう、俺コメントしたことないかな、タワークでやりづらいんだ。まあそれも含めて勉強っすね。ちょっと理由があって YouTube ライブじゃないとできないんですよ、申し訳ないですね。皆さん石川の竜が有名配信者みんな集めて PUBG 大会やって同時閲覧2000か、リハたくさん無視してね、え、どういうこと、たくさん無視してって、え、どういうこと、リハーサルもう終わったよ、もう終わった、もうリハ5ですね。無視するってどういうことだろう、じゃあ便所太郎さんと解放推しなんだ、みんなは。意外なメンツだな。まあ、便所さんはねオープニングだからね、どうなるんだろう。アイテムありがとう。 YouTube ライブコメント流れ早いよね、結構ね。ビリー・ジョーさんいらっしゃい、フォローありがとうございます。楽しみだな。だいたいね2時間ぐらいだけど、押すか巻くかは分かんないですね。ジャンルはエンタメですね、バラエティ番組です。ガリガリのバラエティだね。キャスフワッチニコ生勢はなかなか YouTube に集まりにくい、まあそれあるよね。ニコ生の総会議で、大原が大手と絡みまくって閲覧5000って自慢してた。なんかでも1万超えたいな、無理かな、無理か。3000、4000か厳しいな。え、ちなみにみんなは見るの、本ちゃんの放送は見るの、どうなの、見るの、見ないの。お疲れ様です。どうなの？もちろん見る。ありがとう。コメントいっぱい書いてね。ね、たくみさん見るでしょ。すいません、台本をなくしてしまって、台本一部いただきます。台本をお願いします。野田の YouTube ライブの生配信見るけど、野田通り単体で500人程度。あー、そういう感じなんだ。バックグラウンド、あ、
そういうことか。スマホだとバックグラウンド回せないんだよね。なるほどなるほど。それね、YouTube レッドっていうのに試しないといけないですね。ありがとうございます。つらかんだね。台本出演者には見せられないやつね。台本です。でも野田すごいな、500人集めるんだ。加藤潤とかがすごいんだって。すごいんだっけ。いや、チャンネル登録者はまだ多分1000人いってないでしょ。950人ぐらいだった気がする、今朝確認したら。今何人になってる、ある北郷さんのチャンネル登録何人なんだろうな。多分ね、950人ぐらいだったと思うよ、今朝で。その前の日が800人前後だったと思う。810番ぐらいかな。今日だけで100人増えてんだよね。ゲーム配信で3万で最大手なんだ。厳しいね。なるほど。じゃあ YouTube ライブってまだ定着全然してないって感じなんだね。今978人か。まあ1000いかないぐらいか。初見さん、アイテムありがとう。フォローありがとうございます。ガリガリさん、ガリガリさん。ありがとうございます。アイテムもありがとうございます。初見さんなのに気使っていただいてすみません。KP ありがとう。なんだろう、すげえ緊張するよ。台本チェックしよう。今のうち台本チェックします。ラファエル光るトップ、マジで。いや緊張してる。カメラの1000万の企画で73万とかいう爆発があったって書いてる。あ、それはね、アベマ TV だからで。あー、そっか、 YouTube ライブでもあったのか。でもね、宣伝広告費すっごいかけてたからね。どうするこれ、50万再生とか言ったら大当たりしたら笑わない？大当たりしたら爆笑するよね。ちょっとね、どうなるのか楽しみなんだよね。B グループ、C グループ、YouTube ライブって録画の時もコメント流れるから、あれいいよね、機能自体はいいよね。当たるわけない？サンドバッグ野郎、うるせえわ。ちょっとは抵抗したでしょ、カシミール。当たらねえかな、奇跡起こんねえかな。なんか水道橋博士とかさ、ツイッターすっごい人数あるから、水道橋博士とかがリツイートしてくれたらありえるよ。でも、裏方が数字語るとしらける。ごめんなさい。カメラの場合、総合来場者数、あーそっかそっか、F5 レンダーでいけんのか、強かったよ、ランキング。甲子園さんは会ったことないけど、虎太郎さんはこの前2回お会いしたことある、金梅さんね、出てほしかったよね。同時閲覧が73万人って書いてあるんだ。それすごいね。でもさ、確かさ、テレビの視聴率 1% っていうのあるじゃん。あれって100万人なんだよね、確か。だからいかにテレビが 7% って言っても700万人見てるってことでしょ。すごいよね。みどりさん来なかったら来なかったで面白いよね。逃げたっつって。
それはそれで面白いんじゃない。どうなんだろう。1%30万世帯だっけ。俺1%100万って聞いたけどな。違うの？30万世帯なの。あ、だから世帯数だから部屋の中で何人か見てるって人でカウントするんでしょ。だからあのテレビ局は世帯でしょ。だからあ、まあまあテレビ局の数字のトリックだろうな結局。30万世帯で3人同時に見てるっていう計算式なんだろうね。なるほど。まああやふやなんだろうなその辺。37万にさすがになくないの。どうなんだろうね。いやだから今日だからリアルな数字が出るんじゃないの。あの生主25人芸能人で実数どれくらいいくのか、宣伝広告費まあかけない一切かけないっていうやり方でどうなるのか。まあまあ失敗も含めて経験かなと思ってるけど、俺はまあ1万人同時閲覧達成したらまあ当たりかなと思ってる。まあみんなの予想はまあ行って5000か、瞬間風速5000か、どうなんだろうね。アベマの企画2000万人が見たとか宣伝してたけど嘘でしょって。いや俺もアベマその時見てないかんな。 YouTube のアーカイブ見たかんな。どうなんだろうね。まあでもあれはみんな知ってるもんね。もんちゃんくどいて億万長者てかすごいよねもんちゃん、うん、今日はねもんちゃんがまさかね前日ぶっだから正直ねもんちゃんがこんなことになると誰も予想してなかったから。もんちゃんがね主役級の扱いでしょ今日多分。そう思わない？すごいことになりそうじゃん。もんちゃんもんちゃんとか億万長者ってコメント弾幕のように流れるだろうね。大変なことになると思うよ。ヤバタンだよヤバタン。どうなるかな。野田さん弾丸塾行かないで今発生してる代々木の事件現場行こうとしてる。え、来ないの？もったいね代々木の事件現場に行くんだほー、そうなんだ。代々木で今何が起こってんの事件って、うん、応援関係ある？応援心なしかもんちゃんが可愛く見えてきた。生で見るとスタイルすごくいいよ。立てこもり事件、怪獣グランプリ、立川市議会、捨て頃イベンター、大物出演者ばっかですね。結構豪華だよね。配信サイトこう別々ですごく面白くなってるなと思う野田来ねえとか面白いな立てこもりが起こってんの代々木で。やば。え、何立てこもりって何？人質取ってるってこと？やっぱすげえな、まあじゃあ野田総理失格です、はい、野田総理落選です、はい、居酒屋で刃物振り回してんの？やっば、死ぬぜ。電車で向かってんの？え、野田総理ってどこ住みだっけ？住んでる場所どこだったっけな。あれ野田総理ってどこ住みだったっけな。刺されたら優勝？いやそれダメでしょ、うん、ダンカンさんの無茶ぶりには答えてないから。すげえな。たなんだっけ、立てこもり。腹減ったから飯買ってこようかな。どっち行くか迷ってる。野田総理に言っといて失格になるよって
落選、いやどっちでもいいよって和道が言ってるって。野田のグループ誰だっけ、他野田のグループ誰がいる。いや立てこもりとかって、立てこもり今頃やる人いるんだね。立てこもりとかあるんだ。柳幽霊っていう人俺初めて聞くんだけど知らない、誰それ。柳幽霊さん聞いたことないな。有名な人、軍団だぞっつって。え、パイセン並みおでこやばい。あ、パイセンと同じぐらいかな俺。パイセンと同じぐらいかもね。まあまあ来ないっていうね、まあ人生決めるのは自分だからね。どれどれ、警官に花火打ってる、どういうこと。え、何、生中継されてるってこと。さて、じゃあ僕はエゴサーチして生主の動向でも見ましょうか。外に投げ飛ばして窓ガラス割ってめちゃくちゃやってんだ。あ、映画監督の方なんだ柳幽霊さん。いや今アベマで見てみな、そんな状態なの、やばくない。マジでそんな状態なんだ今、えぐいね。さて、ツイッターでエゴサーチこれか、代々木立てこもりか男官塾かって、これか野田これか。え、でも代々木立てこもりに行きたい感じなんでしょう、うん、ちょっと放送見てみよう、どんな感じなんだろう。あ、今電車の中なんだ。代々木池、弾丸、代々木池ってなってるね。弾丸塾に花火出してるの。代々木も弾丸もいいから鼻毛を切れ。鼻毛、鼻毛。代々木の方が面白い。代々木、ダブルブッキングになる。弾丸とかつまらなそう。ダンカンこの野郎いらないな、こいついらねえないらないわ、代々木行ってだってさ、 D グループ、え、こ野田総理何グループだったっけな。はい、ライムいらっしゃい。野田総理のグループってライバル歓喜でしょ。野田総理何番だ。野田総理って E グループ何グループだ。野田総理は C グループだから、トム・ソーヤ、池上、卵味噌、ピンク、アキラッパ、大チャンスだよ。野田がいなかったらトム、ライバルがトム・池、卵味噌、ピンク、アキラッパだよ。超チャンスじゃん、超チャンスでしょ。はい、ワード2666さんいらっしゃい。ていうかトム・池ラッキーでしょ。トム・池はもう野田が代々木に行くことを全力で願うべきでしょ。ああ、過疎ばっかだから来たよ、過疎がブレイクする流れ。だからこれがあるから面白いじゃん生放送って。超チャンスだよピンクさんとか。ああ、うん、ハゲてますよハゲてないと思ったの逆にハゲてるでしょ。
どうなるかな。さあさあさあ、面白くなってきましたよ。どうなるんだろう。フォローありがとう、フォローありがとう。ツートンカラーですね。何があるか分かんないよね、こうなってくると本当に。配信はどうなるんだろう、展開が読めねえ。まあいじられて面白いからね、通常枠面白くないよね、トム池は。だからいじられたらくっそ面白いよ。フォローありがとう、サンキュー。 Twitter と YouTube もプロフィールページに書いてあるんで、ぜひフォローよろしくお願いします。まあ、あとね、夕方5時だから、そろそろサラリーマンの人が、ね、夕方6時ぐらいに閲覧が上がってきそうな気がしますね。タボーさんとかの入り時間が分かんないからな、ダンカンさんと。ちょっと前のめりに入ってきたんだけど、方形のことなんだ。性欲強いのかな、どうなんだろう。まあ、小学4年生の頃からオナニーを一回も欠かしたことはないけど、うん、オナニスタではあるけどね。どうなんだろうね、強いのかな。もうでも30過ぎてもう一回は限界だよね。昔はね、最高ね7回オナニーはしたことあるけど、全然っすね。どの辺なんだろう。ヒカル君どこだ、うん、俺ちょっと弁当買ってきてもいい、飯食ってもいいですか皆さん。申し訳ないですけど腹減った。あ、ヒカル君今どの辺ですかね、中野とかですかね。ちょっと音切るよ。じゃあさ、俺ご飯買ってきてもいいですか。飯買ってきてもいい。おお嬉しいね、閲覧500で宣伝してくれてる、ありがとうございます。ちょっとコンビニでご飯買ってきてもいいですか。カズーンさん、ちょっとアドバイス欲しいんですけど、カズーンさん、ボクシングのプロから見て収録の前って何食べた方がいいんですか。ちょっとボクサーのアドバイス欲しいです。収録の前って何食べるんですか。もんちゃん1億取ったもんね。ダンカン塾は糖分じゃあ甘いの買ってきます。ダンカン塾はね、一番面白かったやつはたけしさんが芸名あげるよっていう、ビートたけしから芸名がもらえるっていう。ジョジョ園弁当、ジョジョ園ないでしょここには。ちょっとコンビニ行ってくれ。おお、赤ラックさんいらっしゃい。赤ラックさん感動したよ、また今度会おうね。ちょっとスタッフさん入るんで音切ります。弁当買ってきます。
今ジムにお電話、うん、どういうことだろう。あーそっかそっか、うちあのリプ OK なんでリプバンバン使ってください。お疲れ様です。みんな見えてる？大丈夫？ニコ生から参加してるけど、キャスの大手だと3倍目ぐらいか。うん、キャスはあと便所太郎さんがいるね。便所太郎さんと誰だろう、あと便所さん誰だ、あと便所さんとキャス誰だろう、うん、誰がいるかな。ツイキャスの大手でしょ。ツイキャスの大手は便所さん、ヒカルくん、ヒカルくん2人ぐらいかな、かな。キャス勢がね、絡みないんだよね、俺ほとんど。今奴隷投票。ありがとうございます、いただきます。便所さん来られました。あ、え、便所太郎さん来てますか。はい、あ、これはいい。ありがとうございます、いただきます。お願いします。便所太郎さんも来てるって。あ、ありがとうございます。おはようございます、便所さん、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、こっち楽屋です。はい、放送 OK なんで。今僕スワッチやってます。コンセントコンセントはそうですね。あ、いや、でも品種、あ、変えますね。はい、便所さん、よろしくお願いします。今日はステロール2動画撮影してたんですよ。え、マジっすか。え、盗撮してんすか。あの、謝罪来たけど、はい、電話くださいって言ったら電話で済ますつもりありませんって感じ。え、訴えた方がいいっすよね。え、もう、分かってるんすか、アンケ。あ、じゃあもう住所分かってる、特定したし。やば、職場も特定した。マジっすか。え、アホだな。え、それなんで分かったんですか。 YouTube とかに上げてたんですか。いや、Twitter に動画上がってた。あー、バカでしょ。バカですね。なんでやるの、なんつってね、やるんだろう。特定班言うのを半分は俺自分で特定してる。あ、そうなんですか。でも、まあ、DM から来てどこかに行くんだって。はい、電波入るの。え、そうなんですかね。 LTE なら入るんじゃないですか。あー、なるほどね。はい、便所さん、キャスでやるんですか。ふわふわ、ね、みんなふわなんだよ。キャス勢が全然いないんですよ。便所さんとヒカル君だけで。やっぱ弱いですね。おはようございます、よろしくお願いします。着替えたりしますか。そうですね。はい、あ、こっちですよね。あの、カメラが回ってるんですよ、この白い空間は。なので、女性の方、はい、着替えて、はい、ちょっと
カーテンも閉められるのを閉めておきます、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあご飯食べます、僕は。東の方の駅間違えてさ、はい、東の方の駅間違えてさ、あの、大江戸線ですね、うん、分かりづらいですよね、中野駅いっぱいあって。弾丸食楽しみありがとう、みんなこちらリツイートだけしてね、リツイートをしないと、あの、リスナーさんがどこ見ていいのか分かんなくなっちゃうんで。会場は隣？え？会場そこっす、隣っす、うん、俺は出演はしないよ。まあでもチラッと映るかもしれない、声とか入ったりとか、ちょっと分かんない。俺は裏方、完全に。暑い、暑いっすね。タバコ吸えない。タバコはそこです、出てそこに入ったらがあるので。喫煙所も多分外でタムロン、一応スタッフさんだけ顔映んないようにすれば生放送 OK なんで。毎回前乗りですよね。時間一番早いですよね、どんなイベントでも。時間を守る、守るっていうか、だって1時間前、30分前ですよ。今日ちょっと遅れた。マジですか。捨て頃も一番早かった、面倒さん。やっぱすごいよね、こういうとこだよね。あの、豚バラの弁当です。あ、最悪。あ、ティッシュねえかな。最悪、ジーパンが。あ、大丈夫です。汁垂れた。しかもあの洗ってないジーパンだったからちょっとへこんだ。ドレさんがこの企画めちゃめちゃにぶっ潰しに来るって言ってたけど本気かな。ドレさんなんでこの参加しないって言ったんですか。参加しないって言ってるんですか。なんか一回なんかあれしたじゃん。いやなんか出ねえみたいな。気に、いや出ねえじゃなくてぶっ潰すって言ってるらしいです。容疑は落ち着いたんだ。なんか容疑で立てこもり事件が起こってて。あ、そうそうそう、はい、野田総理が向かってるっつってバッテレルくらい。やばいらしいです。容疑は渋谷でしょ。あ、渋谷なんですか。多分、立てこもりとか昭和かよって思いますよね。合格すればタレントになれるとかないよ。多分あれだ、あの覚醒剤でしょ。あれだと思うよ。ブリブリ。無所から出てきて行き場がなくて、あの感じのパターンな気がするんだよね。さすが犯罪詳しい弁護太郎さん。いただきます。もしかしてさっき挨拶したよ、上で。これもいけ。なんで来ないんだろう。後抜けなんかコンビニ行くでしょ。ああ。
今確保されたんだ。ん、怪我人とかいないの？大丈夫？立てこもりバーサス引きこもりだよ。うまい。顎痛い。噛むために顎がガクンガクンずれる。うわ、最悪。すごいよ、白いところにタレがかかってもシミにならない。高級品いいでしょ。垂れたのに使わない。怪我人の報道ないのはね、すごくいいよね。あの鮫島さんから伝言なんですけど、ステゴロ3俺出るって言ってますよ、うん、聞きました？リナネコとやるって言ってました。アメリカだったら殺されてる。日本は銃がないっていうのが救いだよね。やけくそになっても人を殺すものがないって、うん、日本でこういう時の犯人が殺された事例ってほとんどないもんね。すごい平和でいい国だよ。1億円がもうすぐやってくる。すごいっすよね、うん、モンちゃん。すごいな。億万長者っすよ。やば、人生変わるよ。あれって全額カンボジアに寄付しないとダメなんですか？全部使い切るのに密着するでしょ。え、マジっすか？でも日本人っていうか、カンボジアってカンボジアの土地を外国人が所有できないんで。どうするんですか？だから向こうの国籍になるか、なんかいろんな方法あるけど。え、で、使い方変えることはできないんですか？例えば、要はビル買うとか、変わったわ、気持ちがあって。ダ
メなんじゃないの、それは。ダメなんですか。千人リアズの時期ってパチソリちゃダメなんじゃない。怒られる。密着素材付きってすごいよね。お金の使い道関するって、それお金手に入れたことになるのかと思いません。選んだのはアベマ TV。 わかんない、うん、おい、おはようございます。もしよかったら映ってよ、はい、うん、あれ放送切ったの？あ、切ました。本番始まるまで OK だよ、やって、うん、まあ、ご自由に。え、靴ってどこやね。靴はまあ外か、まあそこか、はい、まあ、人数多いから、うん、なんか適当に、はい、で、スリッパ使っちゃってください、はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします、うん。ツイッターにか、じゃあ皆さんいただきます。社長じきじきにいただいたんで、警備許さねえからね。警備、もう社長からいただいたんで断れないです。警備、なんか電話してから、電話じゃねえから、電話でスマホしてねえから、スイムと謝りに行こうよ。じゃあちょっと声かぶるとあれなんで離れます。離れます。そうだろ、聞いてんだよ俺マイクで。オープニングで動画撮影と配信が禁止ですって言ってた。分かっててやってんだあれ。なんで思ってる。着替える場合あの中です。はい、で、あのカメラ回ってるんで、ステゴロの会場で動画撮影禁止したの。動画撮影してたので、スタッフに注意されたの。スタッフに注意されたの。ツイッターに動画を上げたんだよ。でもあの住所も職場も通ってるスポーツジムも全部特定したよ。YouTube はいいよ。俺の放送をキャプチャーして YouTube に上げるのは別に禁止にしてない。会場で動画を撮るのを禁止してたから。リラックス。それなりの誠意を持って謝りに来いよ。なんで電話で終わらせようとしてるんだ。社長からポテトもいただいたんで。一応俺あの、いや、ばあさん、プロバーザー素人っていう構図じゃない。そうだ、DVD の俺じゃない、モンさんだ。どれぐらいの被害が出るか、ポテチも食べようかな。 DVD の制作してくれる人にも連絡して、ポテチとビールとか珍しいでしょ。 DVD の売り上げの減少に繋がるかどうかっていうことと、それはあの相談してるから、それなりの金額をね、誠意として持ってきてもらわないと、ちょっと納得いかない。え、トモイケ風呂入ってないの。いや、なんで風呂入らないの。なんで風呂入らないの。意味がわかんないんだけど。いつもそんなにです。いやいやいや、したら俺食パンとかバンバン出ました。ていうか歯も磨いてないですよ、はい、最悪、歯磨いてないわ。食パンも出ますし、通ってるスポーツジムも全部出ます。最悪で、そこにファックスで顔出しを持って、緊張してる、この人間がポイントだったとか言う。お茶とか飲んでいいよ。あ、あります。パンツもそのままえぐいな、ほんとに。えぐ、放送しないの。あの、電波が入るんですよ。あ、
あ動画、まあそこまでうるさくやらなかったけど、まあ今年は月はニコ生いっぱいいるかんな、風呂入んないやつ。女の子でも可愛い子でも入んないかんね。そうなんです。ニコ生多い、風呂入んないの。低燃費とかも入らなかったよね。なんか変な、なんてやつだっけ、ツイッターにある。この後もやろうと思ってますよ。え、来月からやるの。へぇ、ニコ生デビューするの。あの、注意されてるのかかるんだ。ほら、ツイートしてツイッターリツイートしてくれてるか、あのツイート。はい、次からやるっていう。うん、皆さん、もう一回リツイートしてもらうことできる。一回外して。そうすると、もう一回自分のリスナーさんに告知がいいから。その分は、あ、そっか、電波ないのか。大体どのくらいの被害が出そうだっていう金額を払ってもらった。まあまあ、厳しいかもしれないけど、そういうのもね、見せしめなのか、一人やらないと止まらない。池上さん大好きだ。初対面の時もドハマりしたの。あと本人がなんそのプラグラインの記録出すっていうのに困ったら、あの示談することは考える。示談することは考えるけど、それに応じないようやったら法的処理だよ。模様が示談と。昔の忍者はどうか知らないけど、今の忍者はみんなワークマンで買うんですよ。だから手頃の DVD は5000円から6000円の価格で、まあ、1000枚出して販売会社して、その売り上げによっては追加で作るんで。他の忍者と一緒にワークマン行ったんだよ。見合わさない。もう職場も発生してるし。合格する気満々。あんまやる気ない感じ。やる気はあるけど。あるんだ。朝日はさないどこだっけ、グループ。謝罪してきたし。グループ C、C C はヒカル君のとこだっけ。野田通りさんか。うわいや、いいんだよ。録画はいいんだよ。野田通りでも来ないかもしれない。そうなんすか。会場で動画を撮影するのをダメですよ。はい、木野さん、おはようございます。放送を検討して、YouTube に上げるのは、俺は別に、楽屋配信 OK です、このままで。いいえ、楽屋配信 OK です。会場内の動画撮影、はい、生配信を禁止したんです。で、オープニングでも言ったし、会場内にたくさんその張り紙がしてある。内話でも特にないんですけど、ね、持ってない、了解です。じゃあ、ちょっとこちら抜いていただいて。あ、わかりました。はい、スリッパに入れるんですか。許さない。で、注意点は、ここに傘がついてるんで、あの、おっぱい出ないように。あ、わかりました。はい、まあ、おっぱい何十回もさ。ひどんなさん女性だからね、おっぱい抜いたらね、バンになっちゃうからね。キャプル、キャプル、放送 YouTube ライブだよ。あ、もうじゃあ YouTube でもいや、まだ始まってない。7時から、うん、ふわっきを含め一番上3人が弾丸塾関係あざーす。あ、ひどんなさん、あとお願いなんですけど、はい、あの、面白かったら Twitter で、ある北坊さんの弾丸塾のチャンネル。あ、私ね、ツイートしましょう。あ、ありがとうございます。助かります。はい。よろしくお願いします、今日は。お願いします。お願いします。あと、ドリンク。ありがとうございます。いただきます。すいません。ここ鏡は中にあるんで。あ、わかりました。はい。メイク。結構何十回ツイートしたの。絶対さ、今後どうやる。生活が A 版だった。誰が。自分。なんで、あの、映って。あ、あれだよ。顔出しも、あの、次の世界で映って、映したんだろ。会場内で動画撮影した置物になったらそれまでだよ。置物になったらそれまでだよ。あの、万引きした人のさ、1億円来る。歩く1億円。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。絶対さ、1億円すごいです。何があった？ 1 億円あったら結構いろんなことある。ねえ、何でもできるよ。まあ自分からアピールしないと。みんななんかね、作戦はあんの？今日どんなアピールする作戦あんの？電話で済まそうとしてんねん。電話で済む話。期待してるわ。はい、エンビーお疲れ。いらっしゃい。みんなありがとうね、セゴロ応援してくれて。あ、前切れます？切れますね。
ループはケツ洗い知ってる知ってるね。C グループ C グループライバル5人は野田造りと野田造りさんとあとアキラッパさんと、うん、あとはちょっと余裕だね。一番の強敵が野田造り、野田造りだよ。勝てる野田造り難しい。あ、さっきリスナーが教えてやっと気づいたんだ。はい、ああ、花火ありがとうございます、宣伝さん。頑張ります。うん、C グループか。これから続々とここにいろんな人が25人今5人ぐらいか。うん、全然リラックスして緊張とかしてないでしょ。緊張はしてないです。うん、ボンちゃんリアル会社で1億円すごいよね。不満そうだよ。たった一晩で持ってるわ。トムイケ食べる。おはようございます。食べていいよ、食べて飲んで。あ、コーヒーも。ありがとうございます。コーヒーいただきます。トムソーヤさん、トムソーヤ行ってらっしゃい。食べやすいのかな。どこ行こうか。はい。村通りさん、ちょっと来て。あ、やばいです。あ、皆さん、よろしいでしょうか。あ、ベンドさん。ベンドさん、ちょっとよろしいでしょうか。ごめんなさい。よろしくお願いします。皆さん、集合でお願いします。今日、モンちゃんさんが、昨日、はい、アドバティブさんの方で、今日ちょっと取材に入るということで、はい、それでちょっとカメラ回してるんですけど、はい、一応それ皆さんにちょっとお伝えだけしておきます。で、映りたくないっていう方は、事前に言っといていただければ、はい、はい、いただければ、モザイクの方をかけますので、はい、よろしくお願いします。はい、で、またこの後皆さん集まったぐらいで、皆さんと一緒にちょっと内容とかの説明しますので、はい、ちょっとお待ちいただければ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと説明して、あ、もう全然今着替えていただいて、多分説明するのに着替え、女性の方が入ってる可能性があるので、ちょっと入ってますかとか声かけ合って、楽屋うまく使ってください。よろしくお願いします。皆さん、あと飲み物を差し入れ、運営さんからいただいてますので、自由にこちらお願いします。あと楽屋カメラが常に回っておりますので、一応お伝えしておきますので、はい、どうしよう、ちょっと飲んでない、私も。おはようございます。おはようございます。女性の方、着替えるときは中でお願いします。楽屋カメラ回ってます。赤の時とか、はい、
皆さんお靴をですね、ここがかなり手攻めなもので、中に入れて、ちょっと壁に寄せる感じで置いておいていただければ。はい、はい、お客方はこちらの方。モンさん、アベマのカメラ回るって。はい。で、スイートも使ってください。いいね。で、お隣のエリアが、本番中かなり音が入ってきますので、そこのエリアはお静かにお願いします。はい、でこちらの方はある程度は大丈夫ですけど、はい、あんまりガタサンしてる感じじゃなくて、小声で字幕やる感じで。あ、はい。で、タバコ吸ったら外に、静かに。こちら。津田村さん、タバコ吸います？吸わないです。了解です。あと椅子とか適当に使ったり、地面に座ったり、好きに。阿部も密着だね。めっちゃ遠くの。鳩がめっちゃ遠く。ちょっと俺タバコ吸ってくるわ。タバコ吸い行こう。今後そういうやつ出てこない。僕もタバコいいっすか。一言お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。本当に悔しかったっすよ。悔しい。はい。悔しい。悔しいっすよ。まあまあさすがに泣きはしなかったっすけど。いや泣いてたけど。いや泣いてないっすよ。僕サイコパスなんで泣かないっすよ。いや終わった後。いや泣かないっすよ。終わった後控え室と外に出る扉の前でウォンウォン言ってたら僕見た。いやそんなことありえないですよ。誰かと間違えてますよ。いやそれ誠司さんです。いやいや僕はサイコパスなんで泣かないです。その髪の毛の色だった悔しいってことはじゃあはい悔しいです、ね、次回もあれば出たいっていうことでいいですか。いやもう勘弁してくださいホントもうすっごいナーバスになるんですよ。3ヶ月ぐらい前から。わかるよトレーニング。わかるけど悔しいですよね。悔しいですね。悔しくないのか。悔しいですね。悔しいよな。悔しいよな。じゃあ勘弁してください。勝てるまでやろうか。あれ本当きついんですよ。本当楽しいんですよ。汗も充実するし、うん、気持ちいいし、うん、いろんな子供の頃こう帰ってくるんですよ。うん、熱くなる。儲からないですよ。儲からない。トレーニング中自白できないし、トレーニング中ヤジがすごいし、楽して稼ぎたいんで。でも王さん。はい。勝った時の喜びは、うん、それを一気に吹き飛ばします。負けるんですか。やる前から負けること考えるやつがいる。うか。お、1億円。お、1億円。1億円。怖い怖い。1億円。俺と言ったカンボジアのご飯がまずかったとか書くんじゃない。そうだね。もっとおめでとう。億万長者。いやびっくりですよね。あ、そうだ。もっちゃんあの説明ちょっといい。はい。あのね。もっちゃん結婚して。ごめんなさい。断られた。1億円に断られた。ここでお願いします。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。さあ、1億円に断られたわ。1億円当たったのゲットしたんだ昨日。あれだよな。リアル外資、外資で。くそ、1億円逃したな。配信者だよ。今も密着してるわ。あやさんが1億円使うまで密着するんですよね。うん、そんな感じらしいよ。後ろカメラだから密着で、もんちゃんが密着。女は金づるとしか思ってないのか。当たり前だろ。女なんて金づるだよ。俺も楽して稼ぎてんねや、うん、俺のために体を売れる女じゃなきゃ無理だ。まあちょっと話は戻るけどさ、うん、話は戻るけど、そのステゴロで動画を撮ったやつはもう徹底的にやる。ツイッターのアカウント消したら俺ははっきり言ってリアルまで行くからね、うん、それされる前にそれなりの誠意を持って謝罪しに来いって話だよ。
ね、電話してくださいじゃなくて、ね、謝罪しに行きたいんで、ね、お会いして、お会いしてくださいでしょ。よろしくお願いします。お願いします。職場特定した。あの通ってるジムも特定した。住所も大体割り出した。普通の店でやるんですよ。よろしくお願いします。許さんかい。許さん。俺のツイートにあるけど、ね、天狗になってねえよ。もうまあ、チンチンを、チンチンをね、うん、あの、ハンマーでズタズタにしてやりてえもん、そいつの。おはようございます。ねえ、わかる？ねえ、チンチンをね、ねチンチンをハンマーでね、ズタズタにしてやりてえ。すいません。チンポを。ごめんなさい。インタマ袋を安田切りしてやりてえよ。ごめんなさい。勘弁してください。おはようございます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 。延長します。ここはあれだね。お願いします。いや誠意を見せろとは言わないよ。誠意を持って謝罪に来いって。お願いします。パトラッシュ！よし！よし！弁当太郎さん、コナちゃんのかっこいい塩を入れてね、飲んでますか？今日も塩入れて飲んでますか？はい、はい、飲んでこの通りです。新しいです。弁当太郎さんお願いします。お願いします。よろしくお願いします。パトラッシュさんです。もんちゃん、あれどうするの？土地怪物みたいな人ばかりですね。閉じどうぞ。はい、それじゃ後で。なんでしょう。変なやつ、変なやつばっかりだ、変なやつ。久保田先生も来るはずだ。久保田先生なんか俺は呼ばねえからな。横山みどりを先生なんて俺は呼ばねえぞ。だから、だから誠意を持ってっていうのは誠意があるかどうかを表してくれてることだから。おはようございます。よろしくお願いします。あ、ちょっとここからあのすごい段取り臭くてありますリアル会場が密着させてもらってて、あ、はい、あ後ろもう一回通るんですけど、今度スルーしてもらって。わかりました。絡むパターン2回取れてるんで、すいません、はい、ありがとうございます。もう一回絡めばいいってことですよ。あ、いや、あのスルーしてほんと面倒くさいからやめて階段を。くそ、1億円ビデオ来るカメラいるよ、カメラ。実際その何だろう、謝罪するつもりがないってこっちが判断したら、俺別に訴えてやるとかそんなことは言わないで黙でやるよ。うん、黙でやる。じゃあ。秋山さん、はい、セコンドお疲れ様です。お疲れ様でした。本当どうでした、セコンド2？めっちゃ楽しかった。楽しかった。見てるとやっぱやりたくなっちゃう。やりたくなった。で去年も言ったじゃないですか、やりたくなった、やりたくなっちゃうって言って、ね、でもいざ自分が立つと思うと怖いですね。来年例えばですよ、僕が出させてもらえるなら相手誰だろうと。いや、それはこれからですけど。今体重何キロぐらい？今100超えてます。クレイジーパピオンっていうのがあるんですけど、あ、全然余裕ですね。おっとおっと、あの痛がってた人ですよね。負けの美学の男。ああ、全然余裕ですね。まあちょっと同じぐらいの体重なんで、まあちょっと面白そうかな、うん、考えておきましょう。その時はよろしくお願いします。お願いします。ね、うん、ちょっとあのセコンドのマイクがうるさいですけどいいですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。もっとうるさいのついてきます。埼玉勢ですからね。埼玉勢、石川の龍樹も埼玉勢ですから。
怪我ですよ。後ろにいる方がいますので、絶対に人に当たらない。あと、もう機材の破損がないように。良かったっすよ、今回も。前回も良かった。良かった、はい、ありがとうございます。そう言っていただけるとね、でもまず KO が見れて良かったっすよ。そう、だから前回より今回のは KO を多くしようと思ったんだ。はい、辰彦がめっちゃかっこよかったっすね。うん、そうね。アリニャンがですね、今回水着で来るって言ってたのにずっとパーカーのチャックを閉めてたんですよ。これはちょっと許せないですよね。許せないですよ。次回は、次回はもうあれですね、このニップレスにこう、こういうシールが、ガムテープみたいなやつ、ガムテープみたいなやつ、だそうです、ね、たまにね、レイヤーさんがやってるよね、ガムテープみたいなのをカットしてね、黒いテープでやってるですね。うん、カズ軍、いや、パイセンね、カズ軍曹は、俺ね、次はね、捨て頃チーム VS、そのアマチュア格闘家チームっていう5対5の団体戦を考えてて、光るカズ軍曹はちょっと格闘家とぶつけたいんだよね。軍曹には勝てる気しないですね。もうね、多分軍曹とか光るセンスがあるし、体もあるから、あそこと戦える配信者はあんまりいないと思う。アマチュア格闘技出てるような人とやらせた方が面白いんじゃないかな。辰彦とかね、あの辺は。ワードさんにはもし出てくれるんだったら、まあ勝てそう、まあギリギリ頑張れば勝てそうな相手をまた探しますよ。だから出ないっつってんだよ。勘弁してくださいよ。33っすよ。大丈夫ですよ、僕も次回出るんで。僕も次回出ます。誰ですか？わかんないです。もうでも出るのは決めたんですよ。12月ぐらいからいろいろ決めていこうかな。おっていうか気が早いんすよ、みんな。でもね、はい、ワールドの時に全然うまくなんですよ。やっぱピーカムーのあのダッキングが大きすぎたね。そうですね、もうちょっとコンパクトにダッキングしたから、ね、はい、あれで疲れちゃったな。あ、疲れてはないです、スタミナ残ってました。玉込みさんって北海道から来ねえだろ。いいんじゃない。あとですね、総合格闘技経験者の腹筋やすし君が出たいって言ってたんですよ。うん、ね、まあ、みんなね、誰と誰がやってほしいとかあるから。ありますよね。あ、でも出たいっていう人もまた増えたんじゃないですか。増えた、増えた、はい、僕のリスナーさんっていうか、うん、配信者もやってる人で、うん、出たいって言ってて、またね、今からやりだすとみんなもう気が早いから。ですよ、ね、12月ぐらいまでですね、一回休止しないとダメですよね。みんなまだ捨て頃の余韻が残ってるからね。俺もね、和田さんは本当ですか、池上が出るって言ってました。池上は、こうやとやらせたいですね。もしくは鮫島さんいいんじゃないですか。鮫島さん、体重的にやっぱ結賀さんとかどうですか。いや、鮫島さんガリガリっすよ。結賀さんもガリガリだけどタッパあるじゃないですか、結賀さん。あ、結賀さん、そう、背が高いから。はい、あ、SY さんはずっと言ってる、出たい出たいって、うん、こんにちは。ほら、あれだけダッキングできたらパンチは半分で済むから次回は勝てるって言われてる。ちょっとモーション大きすぎましたよね。ちょっとコンパクトに、ね、本番だと気合入っちゃって、カッカしちゃって。いやでも俺、配信で見てたけどテクニックはワードの方が勝ってたね。僕正直そう思いました。ただパワー負けしたんですよ、気合負けと、うん、で、ボディ入れた時に、うん、うまいなと思ったのが腹押して、うん、返すね、返して、プッシングで返しされたんで、うん、あれでもう吹っ飛ばされて強かったっすね。でもやっぱりリスナーが一番見たいのはやっぱユイが VS オナジャマなんで、はい、あ、もちろんもちろん2人とも出てくれないから。ですよね。2人とも出てくれないからね。で、出てほしいっすよね、やっぱ、うん、誰が教えたんしゃいって言ってるカズさん。なあ、これはワードの敗北は、はい、
カズーさんの敗北ということでいいですか。それは本当に怒られる。じゃ涙が泣くんじゃない。サイコパスですから泣かないですよ。政治が負けたからもう便所太郎リスナー代表なんで便所太郎の敗北ですから。ああ、いやでも政治さんの試合僕面白かったので言ったら政治さんなんですよ。面白かったで、カメラだと伝わってないじゃないですか。あれ生で見たら爆笑だったんですよね。すっげえメンチ切ってくる大きい赤ちゃんだからね。すっげえ面白かったんですよ。僕政治さんのファンになりましたもん。で内容的に言ったら僕辰彦のあの3連打、バチバチね、あれかっこよかったですね。あと光くん、光くんはあとね、バチバチの流れがよかった。あとね、俺は格闘技的にはあれだけど、あの制作部長と、はい、そうね、あの、はい、カリちゃんのカリスマさん勝つと思ってたんですよ。バチバチの殴り合いも好きだよ、はい、全体的にどうか。おはようございます。おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マッチやってんの映してるから。お疲れ様でした。ネルさん来た。お疲れ様です。また帰りました。本当にあんなキャパのイベント仕切るのって。いやいや、もう二度とやりたくないと思うんですけど、終わる頃になるとまたやろうってなる。いや、もう俺もなんかイベサーで、あのイベサーなんかベルファレとかをこう全部箱狩りして、全部その仕切っていた側なんで、イベンターの立場で、めんどくさいですよね。イベンターの立場めちゃくちゃ大変なのが。ね、喫煙所はここ、あ、タバコ吸われる。そうです。OK です。喫煙所ここなんだけど、スタジオが本番そっちだから、ここは小声で、結構喋らないぐらいとか。じゃあちょっとネルさん説明させていただきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ビハはなしです。もう終わってます。はい、あー終わってんだ。本番ぶつけていきますから、はい、じゃあネルさん、ではもう一回説明させていただきます。おはようございます。おはようございます。ネルです。よろしくお願いします。じゃあもう一度説明させていただきます。この中での配信は本番始まるまでは OK ですので、字幕 OK です。多少の普通の声ぐらいは出して大丈夫です。こちらではですね、運営さんから差し入れがありますので、そちらのテーブルにあるのを自由に飲み食いしていただいて結構です。地べたに座っても何しても OK です。ただ気をつけていただきたいのが、こちらの方に楽屋カメラが入ってますので、おっぱいとか、まあ、あの陰部であったりとかそういうのは絶対にないように気をつけてください。着替える際はですね、そちらのカーテンのところ仕切りがありますので、女性の方、男性の方、兼用で使っていただきますので、今、女性誰かいますかとか声かけ合って交代して使ってください。鏡もそちらにあるので確認よろしくお願いします。タバコ吸う方はそちらですけど、こちらでは、あんまり声を出さないで喋らないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。振りじゃないから。振りじゃない。そこで19時から本番スタートです。はい。野田とか緑とか。野田さんはあれです。代々木の受験の方を優先してバックれてます。バックれたんだ。はい、あっち優先。あっちが美味しいって終わったのに。終わったのに。あ、ひかるさんごめんなさい。緑さんはまだ連絡取れないです。2回目でもう緑さん遅いですよ。主催に徹したんですか。はい、でもみんなの試合見てたら、はい、出なくなっちゃいましたね。やっぱそうですね。血が湧いてきましたね、やっぱ。みどりさん来てないですね、まだ。みどりさん来てないです。ある程度、裏側を任せられる人一人用意して、はい、これが出れば少し楽かなと。あ、そうですね。まあ、迷子とかもう大人なんで、知らないです。ちなみに集合時間あの5時半だから。やりなさい。明日カズさんとちょっとご飯行くんで。カズさん、あとちょっと時間決めましょう。うん、決めよう。はい、カズさん、あと連絡させてもらいます。ちょっと格闘技面白いなって思って改めて。いや、カズさんのね、プロじゃないや、プロとやらせなくて、こうアマチュアの格闘技やってる人にこう挑む感じで、配信者が挑んでどこまでやれるかっていう。なるほど、うん、じゃあ強い人と当てたら嫌だな、うん、でも同じぐらいの人と当てる予定やってたから。初ふわっ出演か、みどりさん。いや、楽屋だからキャス勢、ニコ生勢、あとショールームも一人いる。横山みどりは先生なんて呼ばないよ。絶対呼ばない。絶対呼ばないですね。学ぶで来た瞬間に光は、そう、ね、先生先生学ぶ先生先生こちらで先生でやるわ。こびるになっちゃう。こびるになりますね。すごいすごいですよ。だって年間で年収4000万確定なんですね。何が、そうやねって聞いたっすね。何が、先生になって。ああ、4000万じゃない、1000万、1000万なんですか。うん、立川市議会は1000万。あ、そうなんですか。いろいろなものも含めて。すごいよね。しかもね、交通費とかもね、いろいろ全部省かれますからね。うん、すごい、ジェット機使えるかな。すごいよな。そうそうね、
高光ブロックしてんじゃねえぞ。ブロックされるよ。分かったよ。腐った卵を外しとくよ。ただね、きつい。練習前ナーバスになるからごめんね、腐った卵。あね、やっぱピリピリするんだよ、配信者も、ね、普段は平気なコメントでもね、ピリピリしてるときはね、何をってなるんだよ、ね、俺はあれだから、横山みどりが来ても、横山って言ってる。絶対呼ばないと思う。横山君、どうぞ、うん、絶対やってくださいよ。絶対やってください。これは普通に今来たら、こう階段降りてきたら横山くん、肩、肩、おめでとう、おめでとうって偉そう。これ、なんて言ったって、あの、なんだっけ、企画の、なんだ、プロモーターですからね、我らが。そうそう、あの、僕はあの、こびないですよ。あ、もんちゃん来た。パトラッシュが口説いてる。もんちゃん、パトラッシュが、もんちゃんの1億円を口説いてる。金持ちコンビ、金持ちコンビ、素敵、最高の、かっこいい、わ、素敵、好き、完全に社会人の同伴じゃねえ。なんかちょっと映ってよ、どんな感じだったのかちょっと語ってよ。見てた昨日。いいよ、そんなの話。いいの？あ、1億円のですか？え、そうです、当たったろ、貸して。お金持ちなんで、キラキラ靴14万。あ、じゃあ、おはようございます。来年のあの、来年のステゴロのあのスポンサーにぜひ。みどりさん、ご無沙汰です。こんばんは。こんばんは。横山君、おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。一緒です。お願いします。どうぞ。楽屋こちらで、みどりさん、本番こちらになるので、はい、楽屋こちらになります。ご無沙汰です。当選おめでとうございます。いや、全然店長だろうもんな、イベント成功。ありがとうございます。あ、おめでとう。一応見てたよ。よかった。面白かった。イベントおめでとうございます。みどりさん、なんか変わりましたね。なんでスーツなんですか。俺、いや、ちょっとスーツじゃん、俺寝れなかったから。あ、そういうこと。あの、当選したから更新なっちゃった。なんでちょっとどうやったんですか今。いや、更新なしか。ちょっとなんか、ちょっと天狗になってます。ちょっと変わった喋り方とか。なんか変わってないよ。下民たちの皆さんに。あれ、そういうこと言うか。ちょっと待ってください。え、法人が一般人を。そう、俺たち、俺は税金でね、安らってもらってる方だから、皆さんより管理力が低いと思う。ああ、なるほど。みどりさん、じゃあ説明させてください。あの、どうぞ楽屋の方に。何やる。あ、何やるのじゃなくて。もう行きたい。この雰囲気が俺もうマジで。いや、嫌いですよね。大嫌いですよね。のぞり、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ふわっち、これふわっちの僕の技です。早速じゃない。代々木でバックレートした人は。いや、迷ったんだけど、ちょうど代々木近辺に電車来た時に立てこもり突入。あ、じゃあ、みどりさんとこの通り、説明をさせてください。あ、聞いて、みどりさん、説明をさせてください。今日ですね、イモンさんがアベマ TV の密着取材で入ってますので、そしたら OK ですか。あ、OK です。待ってます。 OK ですか。アベマ仕組み取らない。仕組み取らないですか。 OK で、あ、じゃあアベマ、で、着替えをする場合は中でお願いします。で、楽屋カメラはそちらで回してますので、楽屋ここになります。はい、で、飲み物と食べ物を運営さんから自由にということで、はい、了解です。あと、楽屋中の着替えなんですけども、女性がいるので、うまく連携取りながら、開始は何時間？開始は、本番開始は19時から。え、1時間半？はい。どこで隠れたら？あ、全然構いません。本番10分前ぐらいに戻ってきていただければ。はい、本番15分ぐらい前にここに入ってれば。で、はい、でですね、みどりさん、15分前に戻っていただくまでに受話をしたりとかは OK です。さあ、本番始まったら切るっていう感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。完全に天狗です。
まあ楽屋こんな感じですね、はい、あと椅子とかもあるんで自由に、あとお水もあるし飲み物もあるんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで全員集まったかな。よろしくお願いします。松さん、よろしくお願いします。あれ映ってるじゃないですか。映ってますよ。あら、なんだこれ、本物ですか。あれ誰が映って、あれ新しく映ってる。マジで松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マドさんすごいガタいいよ。めちゃくちゃいい男だよ。実際あった方がいいよ。そうですよ、太ったんですよ。捨て頃で増量しようと思って7キロ上げたんですよ。7キロ、はい、7キロ今度下げるんです。ゲロ吐けばいいじゃないですか。じゃお茶飲んで、お茶飲んで、お茶隠れない、お茶すっきりだな。なんか言っちゃったけど、そういう感じのテンション、すごいいい、あれだよ、めちゃくちゃいいよ。山本さん、おはようございます。北本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。北本さん、面白かったらちょっとチラッと映ってみて。はい、どうぞ。ふわっちに言います。よろしくお願いします。あれ、北本さんです。北本さん、竹島君は著作権ないですか。何でもいいですか。よろしくお願いします。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。あれ、北郷さんで素敵、お上品。マドモさん素敵、マドモさんマジリアトツした方がいいよ。ちょっと打ち合わせしてくるんで、面白かったら。あ、本当ですか。あ、すいません、どうも、マドモです。あ、パトラシマドモです。あれ、後ろにですね、今ね便所さんいるんだ。あなたとカンボジアに行っても何もしてない。あ、どうも、ゆいがです。ゆいが先輩だ。でも、ゆうじゃん、何もしてないのに。ベンジョさんと、言ってないよ。ほら、1億円の、もうちょっとやったのか。1億円の、ほら、お金持ち。やったよって言うじゃん。女性。そういうこと言っちゃダメなんだよ。クワ持ってる、クワ。クワ。クワ、食べる。どうも。待って、ベンジョ高いやつするわ。ジョージさん、あ、横山先輩は上に行って、今、タイマーやってる。タイマー。やってらんねえからって言って、タイマー吸ってる。違うんだよ。金がある、ないやつに金をやってもろくな使い方しないんだよ。金があるところに金をやると面白いことをしてくれるんだよ。あらー、リトンイモングループのケチャブロック解除しよう。どうも、バリ島とか行けなかった。今、ある北郷さんが入ったんですよ。あとダンカン先輩が入ってきてるんです。ダンカン先輩と、反移住みたいな感じ。今、弁助先輩が、弁助先輩月に昨日は夜中に眠れなかった。寝ようと思って、パーティングを聞いてて、ツイッター見たりしてて、で、決勝そう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 、あのメイドタロウ700万みたいなね。700万じゃない、100万。明らっぱさんすごい迫力あるね。これ、バト先輩のカメラで。明らっぱさんすごい、めちゃくちゃかっこいいよ。迫力あるよ、迫力。迫力、あった方がいいよ。エネルギーもらえるよ。あ、僕も。エネルギーもらえるよ。メイド先輩もすごい迫力あるよ。迫力あるよ。結構時間かかったよね、予選からね。結構か、6時間、生放送。あら、妹さん、ありがとうございます、花火。どうもすいません、財布別なんで、私じゃなくて。収録は3ヶ月しか取ってないから、3ヶ月やったら、一回戻ってきて、もう一回ビザを取り直していただいて。ビザがね、今度は予防接種していくね。そうだね、そうね。じゃあ、ちょっと一軒家みたいに。じゃあ、1億円にするよってんじゃねえ。ここが喫煙所なんだ。ブロック全解除しとけよ。ふーさん、俺にブロックされたろ。行儀が悪いんじゃねえの。甘酒だもん。あら、ソルドアートちゃんじゃん。何やってんの、乾燥ソルド。乾燥ちゃん、ここで。後ろ、後ろ、後ろ。何やってんの。イケメンも連れて行きたい。誰かいないといけない。素敵な方がいる。素敵な方がいらっしゃる。素敵な方がいらっしゃる。今ね、和道さんのカメラの。あ、そうなんですか。リラックスしてるんですよ。はい、皆さん、ありがとうございます。パトラッシュって言います。え、何ですか。パトラッシュって。パトラッシュさん、よろしくお願いします。お名前の。あ、ピンクです。ピンクちゃん、素敵。ありがとうございます。最高。まだね、終わってないです。え、それより綺麗なの。どうすんだ、それより綺麗なって。素敵じゃない。すげえ。おっぱい、おっぱいすごい。これ手作りです。おっぱいすごい。素敵、来ればいいのに。波に開くわ。枠見てくださいよ、枠、彼女の。
や、これは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 、ふわっちゃんなんで、ニコ生でピンクで。あ、ニコ生のピンクさんです。はい、よろしくお願いします。ピンクさん、仮装なしで。あんな絶対地獄じゃん。素敵でしょ。1回目から死んでるでしょ。鏡大丈夫なんだ。鏡別にあった。いや、あのファンデーションちっちゃいの。触んない方がいいよ、あの鏡。ゴミ箱捨てて。はい、もう帰り。ね。はい。もうまだやるのこれから。まだちょっといろいろ衣装。もうちゃんあれだよ。何着替えるの？この上に羽織るだけなんですよ。あと水かぶって、水かぶって終わり。本当？東京にいました。よろしくお願いします。もう今ねここキャバクラ状態だから、キャバクラ状態、キャバクラ状態、昼キャバ、昼キャバ遊んでる、結構いるんだよ。横山みどりさんも今外に行って、今あれだから覚醒剤やってる。ドレさんは多分道に迷ってどっか行っちゃってる。ドレさん来るんですか？来るかね。ドレさんはご存知なんですね。私のフワッチによくね、可愛いってコメントしに来るドレさん。フワッチもやられてるの？フワッチたまにやってます。あ、本当ですか？そうです。やっぱ無茶ぶり系だよ。めちゃめちゃ似合うよ。タコさん、ダンカン。何台過ぎてダンカン来たらいいよ、わかんねえけどな。知らねえけどさ。ドレさんがまだ来ねえんだよ、生ダルさん。ドレさんが来れよ。ピンクレディの人だって。ピンクレディの人より可愛いぞ。ピンクレディの人。なんかインド人の方がいらっしゃる。インド人来たんだ。あ、どうも。あ、しまし。すいません、失礼します。どうぞ、どうぞ。どうぞ。失礼します。すいません。面白いでしょ、ここ。ね、遊園地見てたけど。あ、どれ？あ、マド先輩来たからさ、変わりますね。花火一発上がりましたから。ありがとうございます。花火ありがとうございます。もうぜひぜひ。あ、すいません。近すぎて、ほら。一言なんか送っといてほしいな、名前は。すごいね。全然は秘密で。いや、全然そんなことないですよ。電車7割してる。みんな楽しんでってください。よいしょ。楽屋風景こんな感じですね。無法地帯ですよ、無法地帯。まあじゃあこの辺に設置しておきますね。どうする？サプライズで車ですよ。あ、皆さんお願いがあるんですけれども、ダンカン塾の公式のツイッターをご存知でしょうか。はい、もう固定ページのやつをリツイートしていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。でもリツイート、固定のリツイートをお願いします。トップ一番上にあるやつをリツイート。引用でも大丈夫。引用でも大丈夫です。コメントつけて引用でも大丈夫です。で、リツイートをもうすでにしている方はもう一回していただけると再生数になりますので、一回リツイートを外してもう一回リツイートお願いします。すごいね。解放。もんちゃんはアベマ TV の取材付きでいらっしゃってますよ。皆さん僕のリツイートリツイートしてください。皆さんリスナーさんもこちらのツイート拡散よろしくお願いします。リツイートした人手挙げてお願いします。リツイートもしたよっていう人で、この下のやつリツイートお願いします。いいねボタンもお願いします。あ、ごめん、小島グランプリまだ来てないですね。小島グランプリまだ来てないです。あと津田れ先輩はコミュ障で逃げました。はい、15分前に帰ってくるそうです。あと来てないの誰なの？小島グランプリ。あれ、いつまで続くの？リツイートの仕方わかんない方いますか？リツイートの仕方わかんない方はいらっしゃいますか？大丈夫ですか？ドレさんまだ来てないです。ドレさんまだ来てない。7時から始まるので7時まで、19時、まあ5分前とか10分前まで OK です。
なんか打ち合わせみたいなのも映しちゃってできれば映さない方がいいからミュートでお願いします。自分の顔アップでミュートで。 RT リツイートありがとう。リツイートもう終わってる人はもう一回再リツイートお願いします。リツイートを外してもう一回お願いします。外の雑談してもう一回打ち合わせあるので大丈夫です、はい。ハニー奥さん、はじめましてですよ。どうも、はじめまして。どうも、よろしくお願いします。ご出演ありがとうございます。あ、ありがとうございます。先方もどうもよろしくお願いします。お願いします。はい、緊張してますよ。はい。ハニー奥さん、もう何年ぐらいやられてる？長いですよね。いや、7、8年前にやって、はい、でもう3、4年やってなくて、はい、最近ちょっと。復活という形で。はい。結構、あの、子さんのニコ生勢がハニー奥さん、期待の声が、本当に朝多いので、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。いろんなさん、ちょっといいっすか、もうみんながひーちゃん、ひーちゃんって言ってるんで、ちょっとお話しさせてください。絶対それないよね。いや、ほんとほんと、ほら、ひどんなひどんな、ほら、見て、ほら、ひーちゃんって、ひどんなひどんなって、ほら、ひどんないるって。ドルさん来ないんだよね。ドルさん来ないんだよね。ダメだよ。ダメ。うん、嘘だよ。ドルさん、ドルさん、ダカさんが、はい、牛乳とアンパン買ってきて、ダカさん入りました。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。ダカさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと音切りますね。
名前聞いた。すいません、皆さん。皆さん、すいません。はい。皆さん、いいですか。はい。撮影の今日これ、同意書とかになりますので、はい、ここに置いておきますので、書いていただいて、あの箱に入れといていただいてもよろしいですか。はい。お名前と住所を書いて、先生が大丈夫です。はい。はい。住んでも大丈夫です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あちらにあの箱は入ってますね。はい、お願いします。はい、お願いします。衣装すごいですね。ありがとうございます。昨日ちょっと直してサイズ変わったんで、今日朝10時ぐらいに出来上がります。へ、はい、すごい。大阪のレイチェルに似てるって言われません？誰ですか、レイチェル。聞いたことないですか。昔やってた横浜の名前の人ですか。聞いたことないですか。聞いたことないですか。さださんに似てるとしか言われるんですけど、さだのメスってなってるんですけど、確かにっぽいですね。3年前に中堅の頃、ニコ生でコミュニティ5000人、6000人ぐらいの、そうなんですか。検索してみます。卵味噌来てない。 GP も来てないですよ。あ、本当だ、小島グランプリ来てない。てかもう1時間経ってるもんね。寝坊かな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。全身プロットだった。鳥さんも来てます。ダメだろ、多分ダメだよ、ほんとに。俺が緊張してきたよ、ヒカル君。緊張する。今から。いや、もう結構バクバクだね。そんなにそんな、俺はめちゃめちゃ緊張してる。そんなに緊張するあれなのかな、わかんないですけど、あの内容が多分ね、あの半年間ずっと作ってきたから。あ、そっか。そうそうそう、うまくいくかなっていう。そう、ゲートグラスが新しくさん、下痢気味なの。何それ。飲みすぎだよ。飲みすぎ。19時からの放送です。こちらのツイート、リツイートお願いします、皆さん。よろしくお願いします。こちらのツイートに書いてあるところで放送するので。あ、チャリタビもダメだったんだ、卵です。そう、ワープして。前、そうですね。なんかそのワープして、あの東京に来た時に、突然来てくれて。あ、そうなの。あったんですけど。あ、だから、バカだよね。もったいないよね。まあ、自分から約束破るのはチャンス逃すよ。過疎なのに。言ったないっすね。言ったないよね。最初はもうめっちゃ率先した方がいいっすもんね。ね、最初だよね、初動だよね。まあでも、あれっすからね、みんな有名な人たちも率先しちゃってますからね。うん、やってるよ。だって、便所太郎さんさ、手頃も、弾丸塾も、あれだよ、1時間前に前乗りだよ、一番最初に来るんだよ。いや、こういうところだよ。俺は遅刻はありえないと思ってる。カメラ回ってないところでそういう姿勢ってさ、やっぱり同業の人とかさ、ね、遅刻はダメだよ。俺は遅刻許せない。あかりさん、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。遅刻ダメだよね、みんなね、寝坊とかね。俺は絶対許せない。何時までとか決まってんすか。時間はね、決まってない。1人3分欲しいから。あ、違う、この入りがもう5時半5時半入りだから1時間遅れてる。もう、え、小島は向かってんの、受枠やってんの、ツイッターとかそういう。そうですよ ね、小島の情報が全くないですもんね。ないよね。あれなんですか、そうそう、有名になりたいとか花火欲しいとかの前にやっぱりリスナーさんが喜ぶことやんないと配信者。自分のリスナー裏切ったらダメだよ。かっこいいよね。巻き込まれてる、オフィス来たの。確かに巻き込まれてる。巻き込まれてる。事故だよ。確かに。そう、事故。あ、ありがとう、バナ、ありがとう。手頃強いお疲れ様、ふわまるさん、ありがとうございます。勝者と敗者。メダル2個とメダル0個。あ、じゃあメダル3個じゃん、トータル。すげえよ。バドさんは去年よりでも圧倒的に強かった。しかもさ、もう出ないっつってんのにみんな出ろっていうの。そう、
で出たくないでしょ、テルも出たくないって言ったもう今回最後の。分かるんだよね、超好きなんだよね、セゴロの格闘技も。でもプレッシャーとかストレスとかがもう半端じゃないの。半端ないっすね、ね、気が気じゃないよね、終わるまでね。今日リラックスしてできるもんね、みんなね。まあ体格差はね、おう、うん、ラッパ後ろの、あれわかんねえ、誰なんだみたいな感じ、気に入らねえ。誰、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 青い、青い人来てる。あ、女の人、うん、あの、ピンクさん、どんな人ですか。ニコ生かね、ニコ生、あ、ニコ生なんだって、だから知らねえんだ、うん、知らないってこと、絡まれたわ。なんかあった、なんか普通に後ろにいて、普通になんか映ってどうのこうのと言ってたから、うん、あ、すみません、なんか言ってきたから、うん、あ、まあ、とりあえずそれで挨拶していこうと思って、うん、あ、はじめまして、あきらっぽですっつってこうやってやったら、もうこうやってやられて、そう、見た目じゃない楽屋でバチバチ始まってるよ見た目、捨て頃見た楽屋で始まってるよ捨て頃見たかったじゃん、捨て頃の控え室MVP100 万頑張って、シナモン花火、アールトゥーエ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  MVP 賞は100万円入ってると思ったら、おう、100万じゃない、3万円しか入ってない。 あれやっぱ敵だわ、同じグループだもん。いや、同じグループなんだ、ライバルだもん。だからだわ。だからってな、あれはねえよ。おはようございます。あ、そうなんだ、野田さんの知り合いなんだ。だから何って感じだけどね、俺たちもね。そうだね、ドレさん、ドレさんってみんな言うから、ドレさんどうしよう。ドレさん、ドレさん、ちょっとなんかドレさん米が多いからちょっと映していいですか。いい、花火ありがとう、みんな大好きドレさんだよ。ドレさんどうすか今日は。なんでコンビ売ってねえじゃん、俺。みんな大好きなんじゃねえだろ。アンチコメばっかり。アンチコメばっかじゃん。ドレさん、アンチコメばっかじゃなくて、コメントない。そんなことない。うち1000人。出た。出たマウンティング。俺のじゃない。出たマウンティング。ヒカルの1000人。え、なに今、ドレさんの1000人。さ、俺はやったね、ヒカルの。あ、ヒカルくんのばっかだ。ヒカルがタバコ吸えねえって言うと、俺と池上で1000キープ。今日の意気込みはどんな感じだろう。今日は、とにかくダンカンさんと直で話がしたの。おぉ、そんな、もう、あ、決まってるんだ。以上、持ち時間3分ぐらい。3万5000人の1と同じグループ、もう無理でしょ。だって決まってなかったんだろ、そんな。いや、だけど、もう無理でしょ。台本って言うけど、昨日決まったことだから。そうだけど、3万5000人の1には聞いてないでしょ。だってさ、格闘技の時は、あの、気持ちだよ。前に出るんだよ。弱気になるなって俺に言ってたんだけど。いや、もうすでに。超弱気じゃん。すでに、まあ、どうして。今何人来てるの。今、547。で、まあ、1400。まあ、あと、バッチ何人開いてるの。そうだね。アキラッパも開いてるし。今日よろしくお願いします。もう、態度見てこれ。よろしくお願いします、ドレさん。期待してるんで。態度も。同じことね。ドレさんの顔だから、でも違う。ドレさんの顔は決まるんじゃない。1億円でもうその話にめちゃくちゃ別のグループだ。俺は A グループだ。もう吐けろって言う。いやいいよ、なんかあるの。もうまだいいの。なんでこいつがここにいるの。大体和道寺くんでしょ。ネガティブだな、ネガティブだな。ねえ、楽屋楽しいよね。開放いて。開放、意気込みをみんなに。こんにちは。意外と、ね、今回団体客で誰を応援してるのって言ったら開放とベンドさんの2人が二等だったから、みんな期待してるよ。嬉しい。こんばんは、開放です。よろ
しくお願いします。今日の意気込みはもう全部出し切る、全部出し切って頑張ります。今日もね、この中にちょっと仕込んであるので、仕込みはできてる、仕込みはできてるので3分間の持ち時間でね、自分のいいところアピールして頑張ってね。うん、はい、分かりました。うん、ほら、頑張れにゃ。あ、ありがとう、頑張れにゃ、頑張れにゃ、はい、ありがとう。あ、すいません、壊れた。最悪、壊れた。3000、クソだろ。買ったばっかりの5000円のスタンドが壊れた。超へこむんだけど。帰ろうかな。帰る。ネタをやろうとしたら、3日前に買った3000、あ、じゃあ5000円のスタンドが壊れた。超へこむ。5000円の、あったじゃん。あのさ、配信者の、はい、居場所なんですか。配信者。これで配信者はない。ごめんなさい。これでリスナーはない。ここ楽屋なんで。セコロも、セコンドで出た。お名前なんですか。ワンタロです。聞こえないです。ワンタロだよ。ワンタロか。あ、お前ワンタロか。なんだ。ワンタロだわ。それなんだ、いや、ワンタロウだ、なんだ、インド人かと思って、このネタのために俺5000円かよ、ふざけんなよ、ほんと、マジかよ、今の一ネタで5000円だぜ、ふざけんなよ、ほんと、いや、ワンタロウいじりしようと思ったら、スタンド倒して、ぶっ壊れたんです、5000円の、サンキュー、ワンタロウいじりで5000円はないわ。超へこむ。ああ。そもそも弾丸塾って何っていうのはこの人が説明してくれるわ。弾丸塾とはですね、弾丸あのっていうかさ、YouTube に動画上がってるから説明全部見て。今更でしょ。生放送もうすぐ分かるから、あと何分後、30分後に分かるんで見てください。よろしくお願いします。まあそういうことなんですよね。いや、へこむわ、マジで。スタンド壊れたよ。マジか。携帯壊れなかったのはね、ヒカルくんのコーティングしてるからだよ。コーティング屋さんで、ヒカルくんに3500円払ったから、本当に割れなかった。すごくない？スマホ割れなかったよ。これは、ヒカルくんのコーディング屋さんのおかげだよ。分かった、今守る工房スタンドが壊れる衝撃力でスマホ割れないんだから、守る工房が役立ったんだよだからスタンドも守る工房やっとけばよかったんだよ、スタンドも。いや、待ってないわ、もうへこむ。お前らグルだ。後でヒカルくんから広告料もらおう。これが配信者のトークスキルってやつ。ピンチをチャンスに変えるトークですよ。わかった。これが中堅生主ですね。中堅生主。よろしくお願いします。この後、7時から。いや、でもね、ちょっと心がへこんだ。不愉快亭快楽さんっていう方がどういう方か分かんないな。不愉快亭快楽さん、どうだろう。4名までです。同意書まだ書いてない方いらっしゃいますか。同意書書いてない方はお願いします。こちらの方にお願いします。頑張ってください。さださんです、皆さん。さださんです。これ C グループです。
でかいな。新郎どうすか、団塊塾応募したじゃないですか、はい、何きっかけで団塊塾出ようと思ったんですか。みどりさんから出ろって、みどりさんから出ろって意気込みはどうですか。やるからには頑張ってください。よろしくお願いします。すげえ、身長何センチですか。194だよ。すごいでしょ。ドレさんよりでかいんだよ。ドレさんもでかいですけど、サダさんの方が圧倒的2回り3回りでかいですね。頑張ってください。よろしくお願いします。頑張ってください。すごいすごい面々でしょう。すごいよね。皆さんこちらのツイッターリツイートお願いします。こんなちゃんだ。ふわっちニコ生だからね。ふわっちあんま見ない。ふわっち、ふわっち見ない。あんまりいますよ。嘘、誰の枠見んの。ゆかち。あ、ゆかちだ。ふわっちやんないの。ふわっちやんない。なんで。ん、好きだから。いやいやいや、そうじゃない。ニコ生が大事だから。あ、そっかそっか。超会議で大活躍してたもんね。してないしてない。いや、俺結構笑ったよあれ。見てました。よっさんとのやつでしょ。私、うん、和田さんが自分のこと知ってるのびっくりしました。うん、知ってる知ってる。全然だって一回も絡んだことないの。絡んだことないよ、うん、でもほら、ニコ生出身だ俺、もともと。あ、そうなの。うん、ニコ生だ。それがフワッチって言うの。そうそうそう、フワッチに来てからね、2年ぐらい。それまではずっとニコ生だから。あ、そうなんですね。全然雑談会話行って全然知らなくて。あ、そうなんだ。何会話やな、和田さん。歌い手にずっといて、歌い手にずっといて2年ぐらい。歌い手に歌い手私が2年歌い手で、2016年から雑談界隈見始めたから、それより前に行ったのいるでしょ。ニコ生でも有名な人、歌ちゃんマンとかなんとかちゃんマンさんとか全然知らないの。あ、そうなんだ。そう、今日頑張ってください。わーよろしくお願いします。花澤さんやってって振り付け。花澤さんできないよ。何花澤さん、何花澤さんで知らない。花澤さん知らない。頑張って。ありがとう。よろしくお願いします。すみません、なんかありがとうございます。いい感じでしょ。面々が揃ってるでしょ。面々が出るじゃん。マッチ綺麗な色。ピンクさんメインはニコ生。メインニコ生ね。ニコ生もうどれくらいやってるんですか。1年ぐらいですね。まだ始めたばっかりなんだ。今回なんで団塊塾やろう、出てみようかな。きっかけはどの枠見てたとか。いや、なんかツイッターに回ってきて、うん、カイジ出てるのかな。あ、そっかそっか。なるほどなるほど。まあ有名になれるチャンスかな。え、書類審査通ると思いました。いや、思わなかった。なんかみんな結構個性的なこと書いてて、私だけなんか一緒に集まったので、ダンカンさんの反応がちょっと良かったなと思ったかな。どうですか。5人しか選ばれないんですけど、25人だから自信はありますか。あんまりないです。でもできれば団塊塾生になりたいなという。なりたいですね。頑張ってください。ありがとうございます。ニコ生のピンクさんです。団塊塾はね、もうあと20分後に始まりますので、小島グランプリさんは遅刻、卵味噌さん遅刻、柏木さん遅刻ですね。パトラスさんはね、いるよ。パトさんの、パトさんはここにいる。ここパトさん、ここパトさんってみんな言ってるんだ。どうも。あれ、ココアも来てないね。すごい珍しい。最高最高です。最高です。どうも。最近病状落ち着いてるんですか。病状ですか。今あの仕事は会員制の詐欺やってるんですよ。え、幸せな会員制の詐欺。何それ。結構今上がって今そう状態じゃないです。え、これナチュラル。これはマジナチュラルです。ナチュラルフラット。はい、お茶のせいです。あるんじゃない。お茶のせいじゃん。絶対飲まないさ。何のお茶なんですか。あの、ハッパごと粉茶になってるんですよ。はい、カメラ目線はこっちで。あ、葉っぱごと粉になってるんですよ。ね、で、あれですよ、別にアムステルダムじゃないですよ、私やってんの。わかります？
OK ですか皆さん。いけません言われる。ただね、俺ね、この人はね、ちょっとね、放送ギリギリアウトだと思う。これね、ギリギリアウトな気がする。不安、ちょっと。なんかね、ギリギリのギリギリアウトだと思う。どう思う、セーフかな、うん、なんかハードゲイではないです、パトラッシュさん。いや面白いよね、目がギラギラなんだよ。いいよね、肩が出てるのがいいよね。はい、ということでもうすぐでね、あの始まりますよ。ノンラボ面白いよね、ギリギリアウト感が出てるよね、ちょっと不安です。ちょっとね、あのニコ生からの刺激。メインサイトはニコ生ですよね。ニコ生はい、ニコ生から愛よりお金さんというね、あのメッセージ性の強い小手半なんですけど、もうニコ生での配信歴はどれくらいですか。1年ちょっとぐらいですね。じゃあ、プロキさんとそんなに変わらない感じで、はい、まだ全然、はい、普段どういう配信されてるんですか。普段は、今日の朝も配信してきたんですけど、はいはい、こういう格好で、はい、まあ、朝練とかいろいろやってるんです。朝練古武術をやってるので、はい、今日も練習してきた、そう、あの刀とか、あとは今日、扇とかもジャージで、別に木刀とかで古武術練習しないで、この格好でやるんですか。基本は、あの道着とか着物でやらないと、気合が入らないんで、やります。今回、ダンク編集部受けてみようと思ったきっかけって何だったんですか。ツイッターとか他の枠だからさ、見たんですか。あの毎日ちょっと生放送やってるんですけど、はい、リスナーさんがダンク塾っていうのを見つけたから応募してみたらって言われて、すぐチェックして、すぐ応募します。書類選考受かってどうですか、今のご気分。いやー、受かると思ってなくて、で今ちょっと2個使えそうでやってるんですけど、ちょっとアピール、すいません、あの一応古武術はちょっと流派言えないんですけど、まあ、普通の剣術と、あと忍術も習ってます。だからあ、やっとこさんなのだからいろいろいろんなのかじってる、うん、はい、なるほどなるほど。今回あの5名選ばれるんですよ、25名の中から、はい、で、ダンカン職にはぜひ受かりたいって感じなんですか。そうですね、やっぱり私の場合は見た目が派手っていうのもあるんですけど、あの YouTube ってどちらかというと日本人も見てますけど、海外の人は結構見てるじゃないですか、はい、なるほど。であの街とか歩いてると、あの外国の方に、はい、あの侍って言われて写真撮られたりとかする、うん、あの方が多いんで、うん、まあ、海外の方にもっとなるほどアピール知っていただいて、アピールできたらなと思って。絶対に男官職外人を見ないと思います。もうあの私はあの外国人対応で今日頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ネコさんはじめまして、ワドウと申します。もしよかったら、ワッチワクやってるので、ちょっと、はい、いいですか。ご無沙汰しております。ご無沙汰エビさんと、はい、エビさんとシューマコさんとか一回ご一緒してるんですよ。これやばい、それがないゼイブさんが朝料理してる。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、すいませんね、はじめまして。え、おいしい、一緒に心霊配信を会ったことありましたっけ。あります、あります。どこで会ったことあるんですか。あれは神社、はい、桜木神社、はいはい、僕桜木神社ロハコさんとエビゾーさんと行ったんですけど、その時いましたよ。いや猫はいなかったですね。猫の顔、ね、猫の顔はいなかったですけど、あ、猫になったんですか、はい、生まれ変わったんですか。うん、そうですね。いや、すいません、ちょっとすいません。お医者がまだの方いましたら必ず書いてください。みどりさん書いてね、ちょっと先に書いちゃうとなると、ちょっともう映像しか使えなくなっちゃいますので、まだ書いてない人は書いて、で、あと本番中はここかなり音が入ってくるんですね、このエリアですので、ここはもう静かにしていただいて、ここでもなるべくそう、あんまり大きな声でいっちゃうと中に音が入ってきちゃいますので、はい、できるだけお静かにお願いします。ここではもう必ず静かにしてください。はい、
すいません、改めましてよろしくお願いします。ごめんなさい、すいませんね。僕は人間と心霊配信をやったことあるんですけど、人間から猫になったんですか？そうです。あ、そうですか、はい、ありがとうございました、頑張ってください、はい、これしかない、これしかない。最後に一言だけ、どうして猫になったのか教えてください。喋れないから、喋れないから、なんと前を見ろと和道さんが指示を出す。声小さい、声小さい。声小さいですか、すいません。トークスキルがないので猫になってる。猫になってる。頑張ってください、はい、ありがとうございます。猫がいました、はい。会ったことあったみたいですね。猫ってね。遅いよ。すいません。楽屋禁煙だから、なんで加えタバコですか。いや、まあこれまだ火ついてない。ありえる。今日集合時間何時？今日5時半だけど、一応アルさんには連絡したから、ちょっと遅れますって。アルさんに連絡した。すいません、頑張ります。頑張ります。同意書ってどれ？同意書これ。あ、はい。タバコ外だけど、外は喋れるの禁止ね。了解です。住所も書くのか。あと、弾丸塾のツイッターだけリツイートだけお願いします。トップの、はい、リツイートした気がするわ。紙ください。紙にあります。どうぞ。10分前ですよ、皆さん。ここにいる方はもう準備をしておいていただいて、はい、お願いします。スタンバイお願いします。ここはまだ大丈夫です。はい、そうですね、ここは禁止なので、ここのカーペットのところ、ここはそのまま行ってもらって大丈夫です。はい、あ、ごめんなさい、一般の方は帰ってもらっても。いや、 A グループです。はい、もう行くんだよ、10分前だから。いや、一般の方はこう楽屋なんで、ここ配信者が25名集まって、今から番組が始まる。25名のうち1人。お名前なんですか？ワンタロウだよ。ワンタロウかよ。あ、はい、気づいてるだろ。帰れ帰れ。その顔何それ。帰れ帰ればいいよ、どうせ面白くないんだから。どうせ滑るの？終わって待ってる、もちろん。ね、モニターがあるんで、まあ、そこで見ながら、見ながら、あーだこうだ言う。今は僕が映ってるけど、本番始まった本番の共有で、今ね、旦那さんとか見てればいいじゃん。ワンタロクソ面白くない、うん、楽屋では面白いんだけど本番面白くない。楽屋とかああやっていじるとクソ面白いんだけど、放送回ってない時面白いんだけど、カメラ回るとクソつまんない。さあ、じゃあ最後に皆さん質問です。皆さんが5名誰が選ばれると思うか書いてください。皆さんが一番推している、ぜひ弾丸塾育成になってほしいと思っている一人を書いてください。全員書いてください、お願いします。誰推しですか？さあ、皆さんリツイートもしてくださいね。ツイッターリツイートもお願いします。野田総理、横山大先生、海宝、パトラッシュ、野田総理、和道、僕は出ません。小島グランプリ、弁当太郎さん、しかしハゲてる、うるさい、パトさん、ひどんなちゃん、ひどんなちゃん、お前少し1個目、僕の枠、ひどりさん、野田、ひどんな、ひどんな、海宝、ココア様、ココア様来てないですね、ひどんな、池上、ワン太郎、パトさん、ひどんな、なるほど、ひどんな人気がすごいな、ひどんな人気すごいですね。さあ、皆さんコメントで応援してくださいよ。コメントもあれですよ、評価の対象になりますからね。あ、この人人気あるんだっていうところね、推しの配信者だったらバンバン書いてください。いいね、いいね。弾丸塾リツイートありがとう、みそおしょう、ありがとうございます。みどりさん来た、みどりさん来たね。みどりさん、フワッチいいよいいよいいよ、フワッチいいよ、フライドある。フワッチはいいよ、ワードいいよいいよ。ロバってだけどね。
ロバってだけどね。コミュ障だから。じゃあ皆さん、リツイート最後によろしくお願いします。本番はこちらでやります。皆さんお疲れ様でした。放送切ります。みんな生放送楽しみにしててください。盛り上がっていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。フォローよろしくね。フォローしてね。ふわっちと YouTube と Twitter フォローしてよろしくお願いします。ありがとうね、みんな来てくれて。バイバイ。